日は令和元年11月14日茨城は本日も晴天でございます。ひでじの言いたい放題のお待ちどうさまでしたコーナーでございます。本日もお届けするのは放送禁止芸人口八丁手八丁おまけにハンサム借金直馬厚地こぼし方は振りがコンパクトで持ち運びにベリでグッドでグルナーデザインアホ万歳バンバンバランバカ万歳明るく元気に気持ちよく勇気ある基本気関秀幸男気が自慢の熱き情熱家でございます。全力投球全力疾走が身上ではございますが奮闘努力の甲斐もなく悪戦苦闘シャニムにがむしゃらに本日も道半ば右往左往の日々でございます。とかく西へ行きましても東へ行きましてもその土地土地のお兄さんお姉さんに迷惑ばかりかけたる我が道でございます。以後見苦しき免停標高万端引き立ってよろしゅうお頼み申します。というわけで本日も始まりました。今日は魂の話と昨日のあれ昨日のでもアップされてねえんだよ、なかなかアップできなくなっちゃって、昨日の仕事人生と仕事の話、仕事のこと言わなかったんで、仕事を通して人間は人生を学ぶ、仕事を通して人間は人生を学ぶ、そして人生を通して人間は魂を磨くんです。何の目的もなくただ生きるのではなく自分で目的を決められるのが人間だ。馬は人形をぶら下げられないと走れない、だから羽くれるよとか何やってやるよとか言われて自分でああなんて言っちゃうのは動物的なんですよ。人間っていうのは自分がやりたいことしかやらねえんだ、魂売らねえんだ本当は。ところが現代の人は魂を売りすぎちゃってると思うな俺は。お金に残念だな、嫌な世の中だよね。金金金金、俺も早く借金返して、で借金なんてすぐ返せますよ。有名になっちゃえば有名になりますから俺。だって有名になるべくして生まれたんです。これね、魂力ってあるんですけど、この魂力を上げていくんですよ。人生っていうのは上げていかなきゃいけない。でどういう人が魂力が高いかっていうのはもう例えばですね、アジの開き食べてもですよ、美味しいね、素晴らしいな、これね、味の人生が、あーこれ生まれてね、いろいろ味もね、かいくぐって生きてきたわけですよ、いろんなこと、いろんな苦労して、ほんで大きくなったの。それをまた漁師さんがね、朝出かけてって、取ってきて、もともと開いて出てきたわけじゃないんですよ、味だって。ね、それに関わる人がいっぱいで、料理人の人が開いて、でそういう風に、で、お母さんが焼いてくれて。たくさんの人が、あっていうの、そこまで感じれる人が魂力が高い。ところが、味の開きなんてって、なんてなんて言う、それが魂が低いって。何でもありがたがると、人間ってものすごい幸せなんですね。つまんないこと幸せ。だから、朝、ご挨拶させていただいて、おはようって言ってもらえるだけで涙がいいです。なかなかアップ、短くしないとアップできない。この辺でやめとこう、今日は。じゃあね。